皆さんお疲れ様でございます。急増と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回はラクマとメルカリを使いましてファミコンの箱説明書付きのタイトル、合計ですね4本購入してまいりましたので、今回の動画ではその購入品紹介と開封を行っていきたいと思います。今回購入した4本なんですが、シリーズもののタイトルでございまして、かねてからですねずっと欲しかったんですけども、まあ、なかなか値段と状態の折り合いがつかず、今回ですねなかなかいいものが見つかりましたのでまとめて購入してみました。少しだけですね購入した時期はずれていたりはするんですけども、まとめてドカッと開けてご紹介していきたいなということで、開けずにですね、待っておりました。はい、ということでございまして、今回はですね北斗の拳シリーズ、1から4を買いまして、まずはですねこちらの1、北斗の拳から見ていきたいと思います。こちらですね楽天のフリマアプリラクマを使いまして、送料込みで1599円で購入いたしました。これ結構クソゲー評価される方多いんですけども、僕これ当時神ゲーだと思ってたんですけど、どうなんですかね。もし何か思い出がある方、ぜひコメントいただけますと幸いなんですが、これ結構面白かったですよね。結構セガのマーク3と比較されたりはして、こっちの方が爽快感ないんじゃないかっていう声もあるんですが、十分結構ねバカすかアパパパパパで楽しかったですけど、ただこれ発売当時僕小学生だったんですけども、もう全然クリアができなくて、初めてクリアしたのが大人になってから20歳超えたぐらいだと思います。難易度もね少し高いゲームでしたが、見ていきたいと思います。まあ少しですね、まあスレ感はあるんですけども、ただ全体的に箱がピシッとしていて色あせもなく、これ1500円ぐらいなら僕はねありだと思います。ここの開け口が少し折れ曲がっていますね。耳がついています。はい、こっちはすごく綺麗ですね。ダメージがやや強めな説明書です。俺が結構強いですね。まあ中の変色もないですから、まあ許容範囲かなっていう感じですね。カセットはですね、まあ普通という感じで、この辺のねラベルもこう変色はあるんですが、ただね結構全体的にクリーニングがしっかりこう施されているというか、磨いてまではいないかもしれないんですが、結構ツルツルしていて、なんかすごく綺麗ですね。中の端子も綺麗な方だと思います。はい、これはねいいと思いますね。はい、続きましては北斗の拳2でございます。こちらメルカリで1599円で購入いたしました。これ僕ですねパッケージがもう大好きなんですよ。もうアニメのオープニングを思わせるこうビジュアルというか、かっこいいですよね。もうただこれも1同様にの横スクロールのアクションゲームだったりはするんですけども、1同様にこれ結構クソゲー扱いされる不遇な作品だったりはしますよね。僕的な感想とすれば1よりもめちゃくちゃ難しくて、全然なんかボスにもこうたどり着けなくて、敵が結構スライディングガーガーしてきて削られてすぐこうやられちゃうっていうのがすごく思い出としてあるんですけども、まあ難しいんですけども、なんでしょう、クソゲーとまで言わないかなっていう、そんな感じですね僕個人の感想としましては。まあこれもですね1500円ちょっとだったんですが、どうでしょう、結構ね頑張ってるって言い方変ですけども綺麗ですよね。はい、まあ、少しだけこの辺の四隅というか、スレ感はあるんですけども、まあ、全然ねありだと思いますね。これもはい、開け口はすごく綺麗で耳もついてますねしっかりで、反対側もはい、こっちすごく綺麗ですね耳も。これもまあ結構良さそうな説明書ですね。少しですね使用感はあるにはあるんですけども、ただこの説明書は綺麗ですね。これもすごくクリーニングが施されていて、なんかすごくなんていうんですかね、ワックスしたての車というか、すごいこれなんかピカピカじゃありません？これなんかワックスかけたとは思わないんですけど、なんでこんなツヤがあるんだろう。なんか特殊な磨き方されたんですかね、教えてほしいぐらいですね。なんかピカピカ、この辺のラベルはね少し変色があるんですが、
うん、中もですね、すごくしっかりクリーニングされていて綺麗なんですよ。え、これどうやってこんなツヤというかピカピカになるんですか、これ教えてほしいぐらいですね、これ。じゃあ続いてはですね、こちら2本セットで、買ったものでございます。開けていきます。はい、こんな感じでプチプチに入っておりました。はい、ということでございまして、こちらメルカリで2本セットで3150円で購入いたしました。北斗の拳3と、北斗の拳の4ですね。北斗の拳の1と2は横スクロールのアクションゲームなんですけども、一風変わってこちらの3と4は RPG なんですよね。この2本も不思議とね、クソゲー扱いされてるんですよね。これね、僕普通に楽しめたんですけど、でもこれ楽しかったですよね。まあでもこれどうですかね。まあ少し単調にダラダラ進む感はあったりとかするんですが、ただこれね、僕特にこの4 BGM がめちゃくちゃ好きなんですよ、戦闘画面の。はい、まあ見ていきたいと思います。はい、はい、北斗の拳3ですね。北斗の拳3は効果ダメージあったり値札シールがついているっていう形で、これはもうしょうがないんですけど、まあこれはね、剥がすことができますが、まあただそこまで悪くないかな。1500円ぐらいですからね。ここも少し破れがあるかな。開け口はすごく綺麗ですし、耳もしっかりついていて、あ、ここがまあ少しなんか剥がれているというか、うん、これもなんか修復しないとまずそうですね。広がっちゃいそう。で、反対側、あ、こっちはすごく綺麗ですね。で、注意書きと説明書が入っておりました。説明書はまあまあな使用感で、ここがかなり強く、折れじわがあったりとかするんですが、まあこれもな、そんなに悪くはないですね。はい、内袋に入ったカセットでございます。先ほどの1と2と比べても、こう、ザラザラなカセットなので、表面が。はい、こういうなんか加工された、カセットなので、そんなにこうツヤ感はないんですが、まあただとはいえ、もうこのカセット自体がすごく綺麗ですね。ラベルも真っ白、うん、中もすごく綺麗にクリーニングされてるというか、うん、すごく綺麗な状態で保管されてる方に当たったんでしょうね。早くなる、では北斗の拳4こちら見ていきたいと思うんですが、そっか、これ難易度高いですね。この東映の猫ちゃんシールの上に値札シールが貼ってあって、値札シールだけ剥がすことできるのかな。ちょっと後でやってみたいとは思うんですけど、はい、まあ、ただですね、これ箱自体は真四角というか状態いいと思いますね。あ、ここなんでしょうね。ここ少し擦れちゃってますが、はい。で、うん、裏はいいですね。すごく綺麗。これ結構いい状態っぽいですよ。はい。うん。多分こっちであんま開けてないんでしょうね。もうすごく戻りますね。注意書きと説明書が入っております。説明書はですね、少しこうシワというか折れ感はあるんですが、うん、ただピッチリしていて、うん、そこまで読んだ気がしない説明書ですね、こちら。はい、で、内袋に入ったカセット見ていきます。はい、真っ赤なカセットですね。かっこいい。で、これもですね、先ほどの3同様、表面がザラザラのカセットでございまして、まあ、そんなに汚れもなく、綺麗ですよね。ラベルも真っ白。中のですね、この端子、差し込み口もとても綺麗なんですよね。いや、これは、うん、はい。ありがとうございます。はい、ということでございまして、今回はですね、ファミコンの北斗の拳シリーズ1から4を、購入してみました。いずれもですね、1本1500円ぐらいで、状態もね、悪くないというか、すごくいいものを、入手できたと思っておりますので、今回もかなりの大収穫だったと思います。ということで、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。
Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。